6月30日、木曜日の開運メッセージです。今日で6月も終わりですよね。こんな6月最後のワンポイントメッセージはこちらです。変化、今年は変化の年って言われています。でもその波に振り回されてる方もなんか多いような気がするんです。もう淡々と自分の目標に向かって淡々と毎日過ごしていきましょう。そのことが変化の波に振り回されないで済むということも一つです。変わりたいことがあったら本当にそこにまっすぐ淡々と行く、そういうようなことが本当に波に振り回されないでいくコツになりますので、今日のワンポイントメッセージは変化でした。それではまた。